麻生財務省日本防衛白書。 韓国に関する幅広い分野での協力記述削除。日本が2日公開した2020年防衛白書で韓国との幅広い分野での協力という記述を削除したことが分かった。日本防衛省は2日2020年防衛白書を発刊した。防衛省は防衛白書で日米同盟をテーマに日本と米国の協力関係を説明した。また日本と安保防衛分野で協力する残りの 国家を説明する部分に韓国はオーストラリアインド ASEAN アア東南アジア諸国連合などが含まれた。 韓国に関する記述で昨年には防衛省自衛隊としては韓国との間に幅広い分野での防衛協力を進めるとともに連携の基盤の確立に努めると関係改善への意思を強調したが今年はこのような記述を削除して両国が北朝鮮の核ミサイル問題などに直面していると共通の課題を説明する水準にとどめた一方2020年防衛白書でも 日本は独島独島日本名竹島が自国の領土だと主張した今年まで16年連続で韓国政府が遺憾の意向を明らかにするものとみられる協力どころか射撃管制レーダーを飛ばしてくる国は間違いなく仮想敵国ですアメリカやロシアならミサイルを撃たれています愚装や破棄と騒ぎ立てる国と大幅な協力は期待できないのは当然だと思います ただもし文政権が変わり北朝鮮支配下から脱却できれば関係構築するのが日本の国益とは思います。無理かな。 日本は嘘を積み重ねて真実に見せかける習慣を持っていないので事実に基づき内容を変更しただけのこと協力する意思のない国とは協力しようにも何もできないんだから仕方がないお前たちは協力する価値のない国であるということなんですが何か国民も政府も散々日本に悪態ついておきながらはぶられると不安なのか戦争法規憲法の日本国としては朝鮮 半島有事でも一切自衛隊は関与させない中留米軍も協力しないと法律を制定すべきだ。記述削除は当然です。 国民は日本を北朝鮮以上の敵とみなし政府は貿易問題にグッソーミーアの破棄を絡めて恫喝し防衛情報を総主国様や同胞の北朝鮮に流す恐れのある韓国と防衛省自衛隊が幅広い分野での協力などできようはずがありませんよ。 韓国との距離感を国交断絶まで行ってほしい早く違法選挙を続ける韓国軍を排除するという名目で実力行使したらいい憲法も改正しろ当然の記述でしょうねレーダーを照射し官民挙げて反日に明け暮れ敵大使している国と協力できるわけなどないでしょ日本に甘えパラサイトするのも一加減にしてもらいたいですねあなた方の功績ですよ いいじゃないですか思惑通り日本と徐々に離れられて自立できるといいですね反日国家韓国産一貫の意向ではなく断交の意向を示してください どんどん削除しろ約束を守らない日文明国家とはいかなる協力も成り立たない単なる隣人です基本は日本国内の領土領海領空に入り次第即射殺爆殺極つ曲実機見せながら頭にボウガン6発でクジラの敵を取ることって書いておけばいい静かに着実に断交化が進んでいる韓国のように騒がしくはめき立てない これが日本のやり方だ。まだ米軍が一応南線に駐留し取るから最低限配慮をありがたく思うべき韓国が何をしたいかさっぱりわからない縁を切りたいのか協力したいのかどっちだ縁を切りたいなら1騒ぐな慰安婦処女のおジャパンなど半日当たり前の国に配慮など必要なし完全に敵国だ 遠いく当たり前帰国すぎて王冠をルークだってただ隣にあるだけの反日敵対国家だもんわざわざ日本は同盟国じゃないって明言するくらいなんだから当然じゃん韓国は日本と協力するつもりもないのに日本が描かないと腹を立てるどうしてこうも一方的な考え方ができるのか生物学的な違いなんだろうないいからいいから気にしないで愚層見や破棄したい。 通知はまだですか国民のために渡した金を経済に転用後の徴用工問題の根底判断の軌跡を教科書から消したのが先だろう速報日本企業が韓国から電撃撤収韓国法人の解散を決定現地労働者がパニック状態 日本企業の三権電機が韓国法人を生産することにしたようだ。会社組織そのものが消えることになるから、労働者も全員強制解雇となる。この2日前には、韓国側の労組と休業で合意をしていたというが、この電撃解散を受けてパニック状態になっている日本の三権電機機集的な生産決定を撤回せよ。韓国三権労働者ら全国金属労働組合オンナム K 南支部韓国産立て司会が13日京産ナムード京産ナムードチャンヒョン小原島さん真山自由貿易地域内の韓国産権限館前で。 記者会見を開き、韓国工場の奇襲的な生産決定を撤回し、工場の正常化を履行せよと声を高めた労働者らは、これまで忍耐強く、待った結果が、韓国の労働者と労働法を徹底的に無視し、過去30年間にわたり韓国3県労使が結んだ団体協約を無視した。 法的な解散及び生産を通知したことに韓国産個武士司会と組合員は怒りを禁じ得ないと強調した韓国三県は日本の三県電機が設立した会社で LED 照明を生産していたが2016年に生産部を廃止し生産職の全員を解雇したこれに対して1年以上にわたり3県労働者らは連帯闘争と韓国日本を往来しながら苦労して 復職を勝ち取ったその後会社の再スタートのため生産の再稼働に必要な措置を施すにあたって3年間の賃上げ凍結と工場移転など複数の問題に合意した労働者らは困難を経て復職して生産再開に必要な時間があることを勘案し現場組合員と司会は復職して合意したその約束を固く信じて過去3年間の賃金凍結はもちろん団体 協約の内容まで一定部分を譲歩して辛い時間を耐えてきたとプロした。これに先立ち日本の 産権電機は今月からホームページに理事会を通じて韓国三権を解散決定したことを明らかにしたこれは今月7日に韓国三権労使が休業に合意して雇用安定委員会労使合意を結んだ2日後のことであった韓国法人そのものをなくして現地労働者も解雇 これって資本撤収ですよね。韓国の法人を占めたんだと思いますけどまさに撤収だね会社組織における解散と清算というのは撤収そのものだ韓国法人そのものを当期から抹消するってこと当然事前に資金は全て日本に送っているものと思われるやっぱりじゃあ韓国が資産売却命令を出すのは決定なんですね それなら良かったです。ローソがしつこく粘って工場の正常化を求めていたようだからな。おそらくこの頃から韓国撤収の意思はあったんだろう。だがローソが合意を求めてきたからその機会を逸していたと。三軒電機というのはどんな会社なんですか。聞いたことがないんですけど。 三軒電機は埼玉に本社を置く電気機器メーカーでトランジスタや LED 電源無停電電源装置インバータなどを製造しているようだこういった製品を作る企業としては最も規模が大きいらしく東証一部上場で売上高は2019年時点で17万36億円だったそんなに大きな会社だったんですね じゃああ結構インパクトががる気がします。電源系の企業としては最も規模が大きいらしいね。それがこうした動きにより韓国子会社を閉鎖ということになれば他にも続く企業が出始めるかもしれないよ。この工場自体は長い間正常化されていなかったようだから稼働停止による影響はさほどないが象徴的な意味合いがあると思う他の会社にも早く撤退してほしいです。 三軒さんに続きましょう。韓国で三権分立がなくなったから三権電機も解散。動画に関心をお寄せしました。たきありがとうございます。ビデオの最後にコメント等を残してください。ありがとう。家族や愛する人と楽しい一日を過ごしてください。次のビデオでお会いしましょう。よろしくお願いします。高読のようにククリックして、 最新のニュースを入手することを忘れないでくださいご質問がある場合はメッセージを残してくださいさようならまたニュースでお会いしましょう